ママ、かわいくの嫁、かわいやすくです。明日リーグ戦なので、ちょっと練習していきたいと思います。1ゲームだけなんですけど、軽くつなげていきます。あ、しまった。マイクを入れ忘れてた。さあ、ボールをどうしようかな。サミットで行ってみて、合わなければグリーンに変えようかな。あ、やばい、出しちゃった。出しちゃった。ちょっとなんか緩いな。はい、球が落ちちゃうのでテープを1枚足します。よいしょ。さあ、ガタンスタートは嫌ですね。ストライク取りたいとこだけどスペアです。ガターがもったいなかった。でもテープ足してすごいいい感じです。投げやすい。もったいなかったな、最初のガタ。このね、サムテープマジで大事です。この調整で全然変わる。なんかめんどくさくてまあいっかって感じで投げちゃうんですけど、大事ですね。ちょっとやばいじゃない？いいじゃん。ダブルです。めっちゃいい。超投げやすいんだけど。神がかってるかもしんない。わあ。こうなってくると最初のガターがマジでもったいない。あ、出しすぎた。ちょっと今出しすぎちゃいました。最近ちょっと天ピンが取れないので、あれ天ピンじゃないんだけど、斜めの練習しときますね。まずまず中間とかで落ちなかったからまだいいや。もう割れちゃったのはしょうがない。ちょっと出しすぎちゃった。あ、落とした。落としちゃった。ちょっとオイルがついちゃったから。よいしょ。めっちゃ2連続で割れちゃった。右ストレートで間通せますかね。あー、ダメだ。曲がっちゃった。曲がった。
出しすぎるとダメだから、出さないようにしないと。あ、今度中すぎた。出しすぎないようにと思ったら中いっちゃったな。右ストレートで曲がらないかな。どうだ。スペア、ナイスカバー。スペアが大事。どうしよう、ちょっとボール変えてみようかな。ちょっとライオンで投げてみます。これだと曲がりが足りないな。やっぱサミットにします。あ、落とした。よかったよ。ああ、2番スパットをね、通す時がね、いいストライクが出てました。2番スパットを通す感じで投げます。あ、ちょっと中いった。あ、裏だけど嬉しくない。あんまりストライク裏はあんま嬉しくないな。でもサミットが投げやすいかも。今ちょっと裏に行っちゃったので2番スパットを通せばいけると思う。あ、落とした。うわ、最悪だ。もうこうなったら終わりですね。落としちゃった。まあいいか、天品の練習をしとこう。最近天品めっちゃ残るんですよね。あー、全然ダメだわ。あー、届かん。届かない。はい、次10フレーム目です。ガターで始まり、めっちゃ割れたな。3回も割れちゃった。よし、最後。よし、あ、いい、いい感じ。ほら、ストライク。めっちゃ良かった。いいライン。よし、あとゆっくり歩きます。あ、ちょっと外ダメ、バカ。あ、力んだ。最悪だ。
もうやだ。2回目だよ本日。外に出しちゃうんだよな。コップが弱いんだろうな。あ、いいじゃん。うわ、残ったけど。はい、166でした。なんとガターを2回も出してしまうというもうね、何回これやるんでしょうね。はい、まあ、まあ、そこそこですね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。最初すごいいい感じだったんですけど、なんか途中から滑るようになっちゃって、でまたね、張り替えたらよかったんですけど、めんどくさいが出ちゃって落とし気味になっちゃいましたね。はい、本当にこれは大事です。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。 Thank you.